Red Mountain plays a blazing beer. Let's go! いつもこうだったな。匠がバトルしてるときは、待っているときの重苦しい空気も一緒だよ。絶対勝ち目がないと諦めてるのに、なぜか勝っちまうんだよな。ランエボだけは相手が悪いって池谷先輩も賢治先輩もずっと言い続けてるけど、本当にそうなのかな。今度こそダメだって誰もが思った相手に勝ち続けてきたんだもんな。何の根拠もない考えだけど、あいつはエボ4に勝つかもしれない。なぜかわかんないけど、急にそんな気がしてきたな、タクミ。これほど走るとは考えてもみなかったな。ディープだぜ、ダウンヒルってやつだ。早い。なんて早い車だ。ケスケさん、どうしても一つ分かんねえことがあるんですけど。あ？相手の後ろに背後霊みたいにくっついて離されないとしても、86の戦闘力でどうやってエボ4を抜くんですか？確かにダウンヒルは車のパワーの差を小さくすることはわかるけど、どこまで行ってもその差が逆転するってことはないっすよ。ストレートで抜くのは絶望的だし、実力が拮抗した走り屋同士のバトルならコーナーで仕掛けるのも無理でしょう。前へ出れなきゃバトルは負けですよ。まあ見てろ、あえてその説明はしない。もうすぐ俺たちの目の前で起こる現実がその答えだ。俺には分からない。抜けるはずがない。絶対にありえない。ブレーキングから突っ込みにかけては差を詰めてくるぜ。だがそれはこっちのフロントタイヤが垂れてきたせいだ。所詮86だぜ。コーナーからの立ち上がりは呪い。突っ込みで追いつかれても立ち上がりで突き放せる。前に出て正解だぜ京一。俺がとんでもないミスでもしない限り、このバトルは 100% もらった。早い。今までバトルした車の中ではコーナーからの立ち上がり加速は一番だ。食いつけない。違う。初めてだ。
こんなこと感じたの。溝落としても立ち上がりで置いていかれる。この加速力の差をカバーするには、あいつよりずっと速いスピードでコーナーから飛び出すしかない。そうすれば次のコーナーの入り口で並べる。仕方ない、高橋涼介とやった時のあれやるか。溝落としパート2、立ち上がり重視の溝走り。勝負は橋の上のコーナーの一個手前、限界ギリギリのスピードで突っ込んでうまく溝に落とせるかどうか、一発勝負だ。うん、なんか俺いつもと違うな。近いぞ。すぐそこのコーナー手前まで来てる。正直言って俺だって半信半疑なんだ。本当にエボ4を抜けるかどうかなんてな。兄貴でさえ勝てなかった相手に他の奴が勝つわけがない、そう思えるだけさ。絶対勝てよ。俺とのリマッチをやる前にこんなとこでこけやがったら勘弁しねえぜ。八六は後ろだ。もうこの先はねえ。八六は消えた。なんだそりゃ。八六がコーナーの立ち上がりでエボ4に追いついた。何が起こった。終わりだ。陰に疲れた。解体や寸前のポンコツの拙者だって、その速さは何なんだ。くそ、タイヤが言うことを聞かねえ。くそ、ただや。とんでもないバトルだぜ。この後どうなっちまうんだ。どうにもならない。これで決まりだ。コーナーの入り口で八六が並んだ時に勝負は決まったんだ。もう一度抜き返すチャンスなんかねえ。なんてこった、つくづく思い知らされた。とんでもねえやつだぜ、藤原拓海。おお、八六構えだ。八六と勝ったぞ。エンペラーの快進撃でアキナの八六が止めた。信じられねえ、あのライエボに勝つなんて気味悪い。なんか勝った気がしねえ。アキナだからか。勝負のポイントも溝落としのタイミングも分かってたもんな。他だったら負けてた。すまん京一。俺が何に対して怒っているか分かるのか政治。なぜ八六に負けたのか、お前はその理由を説明できるか。わからねえ。いくら攻め込んでも振り切れないんだ。ストレートで遅い八六がなんで食いついてくるのか、どんなテクニックなのか、さっぱり俺にはわからなかった。当然だ。バックミラーを覗くだけで何がわかるもんか。後ろについて走っていればもっといろんなことがわかるんだ。シミュレーション3で行けと言ったのはそのためだ。俺の指示通りに戦っていればこんな無様な負けはなかったはずだ。色鮮やかの猿じゃねえんだから、ちっと頭使えよ。悪かったよ。これからどうするんすか京一さん。これでエンペラーの群馬エリア全勝はなくなったわけだ。けどいくら悔やんでもこの一敗が消えるわけじゃねえ。気を取り直して次は赤城へ乗り込む。レッドサンズか。俺の本当の目的は高橋涼介だから、赤城で勝ちさえすれば俺の気は済む。俺が負けなければいいんだ。けど京一さん、アキナの八六は
俺たちのメンツにかけても負けっぱなしでほっとくわけには。黙ってろ。そんなことはお前らに言われなくても分かってんだ。86のことは任せておけ。一番頭に来てるのはこの俺なんだからな。それにしても昨日はいい気分だったな。今まででアルコとスカッとしたことはないよ。俺あのエボフォーのちょんまげにさ、秋名子のそばで86なんてアウトオブガンチューってめちゃめちゃ言われたこと忘れてないよ。心の底からざまみろって言いたいや。なあ匠、気持ちいいだろ。自分でも気持ちよくなんかねえよ。え、それはまたなんで。ちょっと前から漠然と考えてたんだけどさ、昨日のバトルではっきり思った。アキナでやるのは嫌なんだ。もうアキナじゃバトルしねえ。またまた、お前が何か考えるとろくなことねえんだから。アキナのどこが悪いんだよ。昨日のバトルだって勝ったなんて思ってないよ。気分的には俺の負けだよ。あ、タクミ、おい待てよ。何怒ってんだよ。別に怒ってねえよ。お前に宣言しても仕方ないけど、アキナじゃもうバトルしない。負けてもいいからアキナじゃないところでやる、そう決めたんだ。また Initial D。今度の週末は赤城が熱い。エンペラーがレッドサンズとやり合うんだってよ。くっ、こりゃ見逃す手はねえよ。噂じゃさ、エンペラーはほらもう一人いただろ、黒いランエボのやつ。レッドサンズは高橋涼介が出るらしいぜ。なちょっと匠、聞いてんのかよ。おい、どうしたんだよ匠。なんでもね。なあ、いつき、匠がボケっとして見えるときはさ、頭の中でなんか考え事してんだろう。ごくごくたまにですよ、そういうときは。本当に何も考えないで、ただぼーっとしてるときの方が、はるかに多いっす。今日の棒は、どっちの棒だ？さあ、でも今日はなんだか変だったっすよ、あいつ。まっ。お、黒のエボスリー！まさか。やっぱりエンペラー。お前、赤城に来ないか。赤城に来て俺とバトルしてみろ。挑戦か。違うと言ってもお前らには分からんだろうけどな、俺がいつか湖のそばでお前に言ったことを覚えているか。いい腕をしているが、この時代に86に乗ってても先がないと俺は言ったはずだ。その言葉の真意を教えてやるぜ。俺とバトルすれば今まで気づかなかったことが見えてくるはずだ。今日でも明日でもいいから気が向いたら赤城へ来い。レッドサンズとやる前にお前と前哨戦をやってやる。走り慣れたアキナとは違い、あっけないくらいあっさりと終わるだろう。だけどその短い競り合いの中で何かを見つけてみろ。俺の言ってることが分かるなら赤城へ来い。言いたいことはそれだけだ。なんだあいつ、めちゃくちゃ言いやがって。赤城なんか行くことねえぜ。匠、分かってますよ。偉そうに言ってたけど、本音は赤城でお前にリベンジしたいだけだ。決まってますよ。ただ俺はもうアキナではバトルしないって決めてるから。え？
レッドサンズとエンペラーの交流戦で盛り上がってる時でなかったら行くかもしれないけど。匠、逃げたと思われんの尺だけどやめときます。見たぜ、ブンタ。アキナでお前の息子が走ってるとこをさ。あれだけの走りをされちまうとな。そろそろ行くな、このエンジン。ま、そろそろだろうな。どうすんだよ。お前、息子が負けを知るまで新しいエンジン乗せねえなんて言っててよ。俺としても予想外だったんだよな、ここまで引っ張るとは。なかなか負けねえからよ、あいつが。エンジンブローが先か、負けるのが先か。どっちにしろ例のエンジンはいつでも OK だぜ。あの手紙。茂木のことめちゃめちゃ書いてあった。ベンツに乗った中年の男と付き合ってる。どうしても考え直してはくれないのかい？前橋インター近くのファミレスだって。ふざけやがって。そこまで言うなら言ってやるよ。親父、ちょっと車使う。ん？ああ。そのことばかり考えてる。気にしないようにと思えば思うほど気になって、知らないうちにイライラしてる。俺、多分茂木を好きかもしれない。だからバカバカしいけど一回だけ騙されてやる。ありがとうパパ、夏希のわがまま許してくれて。どうだ、セイジ。俺は今すぐ始めてもいいくらいだぜ。コース攻略の組み立てはもう出来上がっている。コースのあっちこちでレッドサンズの下っ端がストップを捕まえてるのがちょっとうざったかったけどな。無視することだ。コースレイアウトさえバッチリ頭に叩き込んでしまえばタイムを出す基本はどこの峠でも変わらねえよ。
そらそうと来るかな、あいつは。どうかな。俺の挑発に乗ってくる可能性は 40% ぐらいだと思ってるかな。来ればラッキーだ。手間が省ける。凌介とやる前に細かい雑用は全部片付けちまいたいってのが俺の本音だ。ああ、群馬エリアを制覇するのが俺たちの目的だからな。凌介を任してしまえばもう群馬エリアに用はなくなる。かといって秋名での一杯をそのままにしておくのも寝覚めが悪くてしょうがねえ。ウォーミングアップ代わりに軽く86を蹴散らしてすっきりした気分でメインイベントを迎えたいもんだぜ。今登ってった車、あいつだ。なぜあいつが赤に。変わらぬ君の笑顔があった。歩き疲れ立ち止まる日も小さな喜びの日も、この両手に抱えきれない愛を教えてくれた。高橋兄弟の前で繰り広げられるエボスリーとの壮絶なバロー、結果は次回ユニシャルディセカンドステージ破滅へのカウントダウン。ドンメッセン。